バルクシュテットは、ドイツ連邦共和国ニーダーザクセン州のシュターデ軍に属す、町村でザムトゲマインでハルゼフェルトを構成する自治体の一つである。この町は二つの地区からなる。バルクシュテットとオーレンゼンである。これに加えて、フランケンモアとルストホープの集落もこの町に属す。この町の議会は13議席からなる。町長は、セディのトーマス・ビー・ブッシュである。 この町の紋章は1960年に制定された。図柄、青い縦型で、上向きアーチ状の緑の基部を持つ。緑の基部中に、銀の剣が向かって、左向きに横たえられている。基部の上には、荒いライバンがあり、そこから3枚の葉がついた菩提樹の枝が伸びている。荒いライバンも菩提樹も銀色である。意味、集落名の表記は、中世初期には、バースティード。 または、バークスティードであったのが、現在のバーグステッドに変化したのである。上向きアーチ状の基部は、名前の一部、バーグを示している。プロテスタントの聖プリムス教会は1801年に完成したホール式教会であり、1959年に首脳が、党の代わりとなった。特筆すべきは1970年に、チャールズ・クローデルによって制作された、ステンドグラスである。 ありがとうございます。